20%以上。おお、すごい。あ、いいね。やっぱそこだよね。半年までこう伸びてって、そこから半年は緩やかに伸びる。はい。で、1年ぐらいで大体実力通り。はい。株式会社マクナスでは、一緒に稼いでいくフランチャイズオーナーを募集しております。新規事業を探しているけど、見つからない方、負けないフランチャイズを探している方、概要欄にある公式 LINE を友達追加していただくと、加盟募集説明会動画をお送りしますので、興味ある方は、ぜひ概要欄へ。いらっしゃいませ、ズクモンです。本日は FC オーナー4月の業績報告。よろしくお願いします。今日はですね、横浜支店移転もう完了、まだしてはないのかな。移転はしてるんですけど、はい、まだレイアウトとかがあ、まあいろいろね、絶賛ですね。横浜支店が拡大移転しまして、はい、一旦視察がてらね、ちょっと動画の撮影がてらということで、横浜支店でお届けしております。絶賛ですね、採用も募集中になりますので、横浜支店で働きたい方はですね、ぜひお問い合わせいただければと思います。じゃあそんなところで、今回のですね内容は4月度の FC オーナーの業績ですね、トップ3、下位3、そして平均期中落ちっていうところの発表動画になりますので、僕はまだ聞いてないんですけども、営業利益どんな感じだったのかっていうね、マクサスの情報を赤裸々に出すという、はい、こんなフランチャイズあります？ないですね。聞いたこと僕はない。はい、うん、これ結構下がってきて逆に不安だけどね前回から、うん、あれ出なくなったなと思ったらちょっとやばいのかなやらなくなったタイミングやらなくなってきたらちょっと視聴者さん、境地をお察しくださいということで早速やっていきましょう、はい、じゃあトップ3の、4月の衣装の営業利益第3位139万円 おめでとうございます。3位ですからね、3位。おお、139万円ね。ちなみに何点はさすがに言えないから、これ P 入れとして何点。ああ、なるほどね。先月に引き続きランクインですね。はいはいはい。じゃあ、コンサルの観度から要因みたいなのありますか？前回のところは引き続きなんですけどね。一つの大きな案件は、長きなので。ああ、なるほどね。400万の案件があったって言ってたもんね。それがまあ、ちょっと分割してる。はい、入ってる。それもよかったです。なるほど。プラス、やっぱりこの自分で、地場の営業してるところからの案件で、何十万、何十万。ああ、紹介もね、発生させるっていう。それはまあ、すごく良かったです。なるほど。うまくいってるオーナーっていうのは、やっぱりこう、マクサスの仕組み以外の部分でも、ちゃんと自分だけにいろいろ動いて集客アクションって結構やってるよね、はい、来月この数字ないんですよね、400万もうないです。あ、もうないです。ああ、そう言ってきたら今後ですよ。なるほどね。だいたいこれでうまくいって、あ、もう余裕だと思ってサボり始める。だいたいサボる。それを抜いて考えてどうなのかっていうのを見てみたいよね。次出ます。あ、それがね、おー、楽しみです。はい、第2位165万円おお、すごい。150万超えの営業利益、すごいね。羨ましい。羨ましいっすね。うん、俺も FC やろうから。やめろいやけど、あなたもあんま稼いでるじゃない。怖いよね。そうでしょ。うん。あと大変だから。そうですね。オーナー面談来たら、あ、即落とすから。そうなんですね。そうなんです、そうなんです。です残念ながら。お前ら二人はもう絶対に仕事じゃないから。なんとかね、うまいことできたら。はい。誰か仲間内とかだったら考えます。あ、そうです。あ、射程を誰か連れてきてスイッチやらせるみたいな。店長を作って、オーナーは、私でも、あ、オーナーを検討する。なるほど。僕から見入れて、そっちにシフト。あ、オーナー面談であると。第2位はちなみに、何店？で、ちなみに僕今回のこの第2の店舗を4位全くイメージできてないので知りたいです。別にもないよね。もうそうなんですよ。いいオーナーさん特徴なんですけど、コミュニケーション量は結構少なくなるんですよ。あ、そうですね。ああ、確かに月に 1,2 回、うん、今月はこういうことがあって、こういうことがあって、今月はこういう風にしてきますだけで終わっちゃうから、うん、逆にわからないです。あ、なるほど。確かにそれ健全かもしれない。まあでも大きい案件、リピーターさんがめちゃめちゃ増えたんですよ。リピーター比率 20% 以上。おお、すごい。あ、いいね。やっぱそこだよね。なんかできるオーナーってやっぱり紹介リピート20%以上ある。やっぱそう、うん、そこだね。 20% 未満とかだとあれだし、もう 10% 未満とかだともう沈下するみたいな。何なんだろうな。定期的に作れるイメージじゃない。そう結局要は顧客との関係構築できてないから、やっぱり客単もそもそもベースが低いみたいなのもあるよね、やっぱね。でリピーターとかでやっぱプラスオンしてくるし、広告費かかんないし、客単も高いみたいな。リピーター紹介っていうのは、なるほどね。なんか大体毎月同じとかになってくるからつまんなくなってくる。そうなんです。トップ3はそれでやらなくなる可能性もあるかもしれない。数字の報告だけど、堂々の第1位340万円。強い。これはね、強い。レベルが違う。うちのね、ブランド貴金属とかがメインじゃない会社で、叩きとかそういう会社でもないじゃないですか。総合買取でフランチャイズで、凄まじいっすよ。営業利益。あ、400万ぐらいなんだね。一人ですからね、基本。ちなみに、何で。驚かないですもんね。逆に驚かない、うん。ということで、トップ3の発表です。はい、次、
平均中央値。まず平均です。98万5000円。おお。あれ高いね。え高いんですよ。前回も同じぐらいだった。70いくつだ。あそうだよ。上がってる。高すぎねえかみたいな話してたもんね。今回もその300万超え出ちゃってるんで。ああ、はい。なるほどね。じゃあ中央値いきましょう。89万円とはいえ、要は20店舗あったら10店舗目ってことですね。はい、そうすごい高い。高すぎじゃないですか。まあ、そうですね、やっぱりまあ3ヶ月未満の店舗を抜いてるので、うん、やっぱり僕らのビジネス、総合買取である以上、ある程度商材知識とかも必要だったりすると思う、うん、力ついてくるのが5ヶ月経ってからかなっていうのが、まあ、6ヶ月ぐらいで落ち着いてくる気がするね、はい、半年までこう伸びてって、そこから半年は緩やかに伸びるみたいな、はい、1年ぐらいで大体実力通りみたいな、はい、あとはプラスちゃんとマーケット施策とかができてるかどうかで上積みされていくみたいな感じになるイメージだね、はい、2ヶ月経つと結構新しい店舗さんの数字が入ってくるので、うん、ちょっともしかしたら今それまでは新規あんまりこうワッと取ってなかったので、うん、そうなんです、うん、はい、非常に素晴らしい数字です。本当ね、あの石井オーナーの方々のおかげなんで、ありがとうございます。じゃあね、これが一番結局気になるでしょ、はい、あのワースト3ね、人の不幸は蜜の味ですからわかるよ、君たち。僕もね、サンドの飯より人の不幸と悪口が一番好きだからじゃあワースト3いきます。ワースト3の第3位、50万5000円です。おお、え、営業利益で、営業利益です。おお、第3位で普通生活費か50万で、しかも僕らのこの SE の場合給与の50と違うじゃん、うん、確かそうですね。ってなるとサラリーマンって言ったら多分70万ぐらいの水準になるからね、稼ぐには。第3位何て、販管費が50万オーバーしちゃってますね。100万8000円程度、うんうん、ここがちょっと使いすぎてる。わかりました。じゃあ第2位、3万円。おお、なるほどなるほどなるほど。これちょっと僕もちょっと話聞きたいんですけど、 これはちなみに、はい、店長雇用型、この時までは店長雇用型です。何、現実には粗利が87万円で、で販管費が83万円計上されてるんですよ。店長雇用型で4万円の利益だ。事業としては黒字、うん、ああ、よかったですよかったです。じゃあそれで言ったら絶対赤字だね、最後の店舗。そうですね、うん、じゃあワースト1位、これ細かいな、7726円。お、黒字かい黒字でした、うん、次の発表だと3ヶ月以上経過した店舗がこう入ってくるからだいぶ落ちるかな。結構多分どかっと入ってきますよ、4店舗入ろう。で2ヶ月後僕も熊本が来るんで、あ、その水準が落ちてくるからね、はい、季節要因と新規の人たちがどかっと入ってくるから、そこでバンと水準が落ちるかなっていうのが来月の見立て、まあ、30% ぐらい落ちるかもしれないね。一旦はじゃあそんな感じで、来月あたりはちょっと季節要因がだんだん悪くなってくるっていう状況と、来月再来月で進展がガガッと入ってくるから、そこで落ちちゃうかもっていうところはあるので、はい、そこも踏まえてこう情報をねちゃんと開示しながら、まあどうかっていうのをね出していきたいなと思います。引き続きですね、毎月必ず FC 店の数字というのを出していきますので、ぜひ興味ある方はね、高評価並びチャンネル登録お願いいたします。じゃあ本日も皆様ご視聴いただき誠にありがとうございました。ありがとうございました。